2つ目11レースに入ります。この11レースからは本番レース2周 1200m、 あてば引き続き使用してのレースです。対戦メンバーは1号艇竹間龍生、2号艇茂木照彦、3号艇馬場剛、4号艇山田亮太、5号艇森野正弘、6号艇吉村誠、以上6選手です。今日の1走目追い上げての2着でした。1番竹間龍生の一戦、竹間からの人気になりました。2コース2番の茂木照彦、3コースが地元大阪の馬場剛です。今日の1走目は4角から幕引き出しを決めています。角1、4コースになっていきますのが、こちらも地元、今日が誕生日4番山田亮太、そして5番の森野正弘が5コースです。今日の1走目は2コース幕引きで今シーズン3勝目を挙げています。大外6コースは今日の1走目7レース逃げ決めました6番吉村誠です。2戦1番竹間からの人気になりました。人気の相手は3番馬場、そして2番の茂木、さらには5番森のあたりが人気の相手に押されています。選抜戦の2つ目11レース2周戦です。スタートまで10秒を切ります。進入から1番2番3番4番5番6番です。スタートまで残りは2秒、スタートしました。ほぼ横一線になります。外側の方が私の方から1番の茂木3番馬場がつけて、周りとしては1番竹間が受け止める。西側からは4番山田が巻き出してバックステップです。受け止めた1番竹間が先頭です。3点来た2番手ですけれども、と言って止まった状況は4番山田、2番手争いの内側から523スタートは前提成長でした。一周マークトップ抜け出したのは1番の竹間、そして2番手争いですが、最内から5番の森野がくるっと回るところ、2番の茂木が外からかわしてきました。2番の茂木が2番手、そして3番手争いがレースになりました。内側が5番の森の、外側からは3番の馬場で、レースは1周回目最終周回に入りますが、4番の山田が4番の山田が山田が最終周回の1番手です。1番の竹間がトップ、そして2番手が2番の茂木、3番手が3番の馬場となりまして、最終1番としてレース1号艇の外を各選手が旋回しています。体勢は1番2番3番の体勢で最終ターンマークに移ります。バックに受け止めました。1番の竹間龍生がトップで最終ターンマークに向かいます。2番手が2番の茂木照彦で、3番の馬場剛が3番手です。1、2、そして3の順でまもなくゴールを迎えていきます。2を進みました。1番の竹間が先頭で5位、2番手が2番の茂木、3番手3番の馬場、5位、4番手で5番の森野、5番手が7番の16番手吉村、5人、ラジー以上、先発戦の2つで11レースが4番の山田出発となっています。払い戻し金額をお知らせいたします。2連勝単式1番2番480円3連勝単式1番2番3番1260円、以上でございます。